公共曲派長は、イーゴリ・ストラビンスキーが作曲した公共曲である。1938年、競争曲、ダンバートン・オークスを作曲したストラビンスキーは、同曲の依頼者であるミルドレッド・ブリス夫人から、1940から41年のシカゴ公共楽団の創立50周年を祝うための公共曲の作曲を依頼された。同年秋から作曲を開始したが、 この時期は、ストラビンスキーの生涯で、最も波乱に満ちた時期である。当時彼の住んでいたパリで娘、妻、母を相次いで失った後、公演のために1939年9月にアメリカ合衆国を訪れたが、第二次世界大戦の勃発のためにそのままアメリカに住むことになった。戦争によって、子供たちとは離れ離れになり、ヨーロッパからの収入も見込めなくなった。 この公共曲は何度も中断しながらも、カリフォルニア州のビバリーヒルズで1940年8月17日に完成した。前半の2楽章がヨーロッパで、後半がアメリカで書かれた。1940年11月7日、シカゴ公共楽団と作曲者自身の指揮により、初演された。1934年に書かれた自伝では、紙幣公共曲を書くときに、 19世紀によって我々に残された公共局という形式にはほとんど興味がなかったと言っているが、公共局波長は4楽章からなる伝統的な公共局であり、その第一楽章はそなた形式に従ってすらいる。次伝が書かれてから短期間の間に大きな心境の変化があったことになる。 管楽器のための公共曲は全然公共曲ではなかったし、紙幣公共曲も公共曲というよりは合唱曲に近いため、公共曲波長は1907年に書かれた作品一の公共曲以来久しぶりの本格的な公共曲である。この曲については評価が分かれ、公共的形式に関してストラビンスキーの到達した最高峰として高く評価する人も、 ある一方で、公共局の上辺の形式をなぞっただけの欠陥作とする意見もある。かつてはいかにもストラビンスキーらしい激しいリズムを持った三角章の公共局が人気があったのに対して、公共局派長は無視されていた。実際には、公共局派長は表面的には古典的な公共局の形をしているが、聞く者の,の期待を意図的、 効果的に遅らせたり裏切ったりしており、凡庸さは全くない。ウォルシュも表面的には公共曲でありながら古典的公共曲とは本質的に異なるストラビンスキーの音楽になっていると評している。第一楽章はそなた形式だが第一主題と関連する豊富な素材を利用している。第二楽章は優美な旋律を持つ感情楽章でソロが目立つ。 第三楽章はスケルツォで、楽譜の上では、ほとんど一点に小節置きに表紙が変わっている。トリオにあたる、ゆっくりした部分の後、曲の最初には戻らず、フーガが始まる。最初の旋律は、曲の一番終わりになって戻ってくる。ホワイトは、第三楽章を舞曲による組曲に似るとし、バビッツはこの曲が、メヌエット、パスピエ、フーガから構成されるとしている。 第4楽章は、ファゴットホルントロンボーンによるラルゴの助奏を持つ。第1楽章の旋律も戻ってきて、かなり複雑に進行するが、大いに盛り上がった後、コラール風に静かに終わる。演奏時間は約30分。ありがとうございます。